おや、うわかっこいい。グラナーさんが登場してきました。ちょっとびっくり、かっこいい。顔が大きい。長崎ゆるキャラが多いですね。たくさんいます。こちら改めましてグラバーさんです。拍手をどうぞ。あれ、これグラバーさんっていいんですか？グラバーくんさんですよね。紳士ですもんね。ぜひ皆さんまた親しんでいただきたいと思います。では、先ほど世界遺産を、ね、ご紹介してきましたけれども、この世界遺産の明治日本の産業革命遺産ということでパンフレットをご用意させていただいています。こちらです。グラバーさんが持ってます。お客様も振っていただいてますね。このパンフレット会場で欲しいという方いらっしゃいますか？見てみたいという方、欲しい方、手上がってますよ。みんなみんな、ありがとうございます。見て見て、スタッフがこれから皆様にお配りいたしますので、どうぞ受け取ってみてください。詳しいことが書いてあります。軍艦島などね、詳しく書いてありますのでご覧になってください。はい、グラバーさんも、ね、PR 大使で頑張っていらっしゃるようです。おお、そのままおりますか。おお、早い。びっくりした。見えるんですか、足元。大丈夫。おお、配ってます。自ら配ってます。さすがですね、グラバーさん。はい、ね、ぜひ皆さん受け取っていただいて、世界遺産も一緒に、ね、親しんでいただけたらと思います。応援をよろしくお願いいたします。ということで、配っていただきながらお別れということになりますが、それでは以上で PR イベント終了したいと思います。春菜さんは引き続き国体頑張っていただいて、はい、はい、ガンバン君、ランバちゃんも一緒に頑張ってくださいね。はい、よろしくお願いいたします。では大きな拍手でお送りください。皆さん本当にありがとうございました。まだまだ国体ね、あと250日ありますよ。一緒に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。さあ、ガンバ君もランバちゃんも頑張ってくださいね。さよなら。もらったんです。うわぁ、本当にぷよぷよして可愛いんですよね。さあ、皆さん、PR 聞いていただきましてありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。そして今からですね、田中春菜さんがこちらの本部テントで CD を販売されます。サインを入れていただくそうですので、よかったらどうぞお買い求めください。お待ちしております。さあ、場内はね、グラバーさんが一生懸命パンフレット配ってます。皆さん受け取っていただいてありがとうございます。ぜひ長崎親しんでください。さあ、この後もう少しステージ開けましてから、もう間もなくですね、中国雑技が始まります。もうすでに準備は万端。